どうしよう、誰いんのかマジ怖いですね、もう本当に。ニンニク油で。すする TV。ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、埼玉に本店を置く二郎系ラーメンの店が最近都内にも増殖中だぞということで、こちらです。ドン。京王線明大前駅の目の前にありますラーメン高野目明大前店さんにお邪魔してます。高野目さんといえばね、埼玉県の草加市に本店を置くお店で、最近ではね都内へも進出してきておりまして、蒲田、北千住に次ぐ3店舗目が今回の明大前店になっております。この明大前駅はね、私すするとしても非常に思い出深い街でありまして、そんなね明大前の駅前に高野目さんが爆誕してしまったということで、明大前のね二郎系事情、大変なことになっていくんじゃないかということで、早速釣りに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、ということでね、明大前の駅前なんですけど、もう本当にめちゃくちゃ近いんですよ。もう本当に近いですよ。行きますよ。はい、せーの、ドン。駅出たらすぐなんですよ。もうほんと30秒とかいうレベルじゃないですよ。もう10秒くらいで着きますね。はい、というわけでこれからね、高野目明大前店さん行ってくるんですけども、店主さんがね、スペシャルゲストの格闘家の方をなんか呼んでくれたらしくて、中にいるらしいんですよ。誰がいるの、ちょっと どうしよう、誰いるのかマジちょっと怖いですね、もう本当に。僕全然あの腕っぷしの方はね、からっきしなんでね、ほんとどうなることやらって感じですが、とりあえず行きましょう。さあ、高野目明大前店さんはショッケースです。めっちゃ迷ったんですけど、台湾までそこが12月限定らしいんで、なんかね、動画出してもあんまりこうズルズルズルの面々が食べに行けなかったら申し訳ないと思う。まあ、混ぜそばもめっちゃ食べたかったんで、混ぜそばか台湾までそばどうしようかと思いましたけど、今回は混ぜそばで行かせていただきましょう。そんなわけで、すするは混ぜそばにうずら、ほぐし豚、生卵、紅生姜を立て続けにプッシュ。そんな大量の食券を片手に店内に入ってみると、待っていたのは、あ、すいません、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。平本蓮だ、すげえ。っていうか、めちゃくちゃお久しぶりです。めちゃくちゃ久しぶりです。お久しぶりです、本当に。めちゃくちゃさんの YouTube 前出たのもだって多分4、5年前あれ、下手したら4、5年前ぐらいですね、本当に。いや、めっちゃあのご活躍を拝見させていただいてます、本当に。いや、ご無沙汰してますね、本当。不思議な感じですね。なんかそう、めっちゃ不思議な感じ、すげえ不思議な感じする、本当に。いや、ありがとうございます、本当。いや、とんでもないです。実は5年前にも一緒にすすった平本蓮くん、総合格闘技デビューをして雷神での活躍も目覚ましい若手のホープ格闘家です。そんな彼が普段から高野目をよくすすっているということで、今回奇跡の再会を果たすことができました。やったー。でも蓮くんも結構あの高野目好きっていう話を聞いたんですけどね、なんか店主さんからそれこそいろいろ聞いてて、はいはいはい、いや、まさか平本蓮が来るとは、めちゃくちゃびっくりだな、本当に。いや、嬉しい。でも改めて平本蓮君です、よろしくします。お願いします。お願いします。え、年末とか別に試合はもういや、年末は、はい、ないです。もうなくて、別にその試合ない時は全然普通にラーメンとか食べに行ったりとか全然。そうっす、結構僕でも試合寸前ぐらいまで全然食べます。そうなの。なんか鶏むね肉食べてってよりかは、お気持ちでダイエットしてるっていうか。どういうこと。なんかまあラーメン減量中ラーメン別に食べるし、食べた次の日はもうほんとほぼ極力あんま食べないみたいな。やれば減量中でもなんか全然、あ、意外とキープできる。意外とキープできる。へえー、YouTube もやってる。 YouTube はほんと気まぐれでこうやりたいネタができた時とかに、うん、早く出したいんですよ、そういうの。だから、なるほど。どっちかというと多分 YouTube ライブとか、うん、Twitter の方とかの方が、うん、サクッとできて楽しいね、はい。YouTube は結構なんかちゃんと作んなきゃいけないもんね、そのパッケージと。それがこうちょっとこう得意じゃないです感じっていう。なるほど、はい、まあ、見てる方が面白いな。うん、はい、え、高野いつも何食べてるの。いつも、あ、でもいつもバラバラかもしれないですね。気分次第とか、はい、うん、限定のドローンも行く時もあれば、うん、え、普通に営業中に行くんでしょ。あ、はい、ね、はい、僕がこう高野目をこう推してるのをツイッターでこう、うん、知ってるファンの人が多いんで、結構今日行ってきましたとかいうファンの人多くて嬉しいですよね。送ってくれるんだ。結構試合前とか食べに行く人とかいるみたいで、へえ、嬉しい。ね、どんどん高野目も都内にできてるから、もう結構行きやすくなってきて、本当に。二郎系がやっぱ好きなの。二郎系か普通のこう醤油ラーメンが好きなの。中華そばとか、いわゆるそうですね、うん、そういうのを食べに行ったりとか。そんな感じで昔話やラーメントークに花を咲かせているとコールのお時間です。じゃあニンニク油唐揚げガリマヨで。
平本蓮さんはどうやら限定のつけ麺を注文したらしく、混ぜそばのすするから先に提供されています。限定のつけ麺チョイスって蓮くん相当高の目通ってるなと思いながらお腹も空かせて待ってた。ありがとうございます。おい僕は結構混ぜそばが好きなんですよ。高の目だったぜ、久しぶりマジで。こちらが高野目明大前店さんの混ぜそばうずらにほぐし豚、紅生姜、生卵を各種コールです。てててー、敷き詰められた具材たち、上には油と魚粉が輝いているぞということで、混ぜそばなのでまずは混ぜ混ぜ混ぜていきましょう。すするが混ぜるになって、混ぜそばを混ぜるたび、ブオンと力強いタレの香りと、ムフォッと麺の小麦の香りがモデルの使うフェイススチーマーのように湯気とともに顔中に広がり、食欲を刺激してくる。この湯気で顔も保湿できたし、食欲もすっかり戦闘態勢だと思っていると、横に平本蓮くんの濃厚エビつけ麺も運ばれてきています。これはこれはお互い美味しそうですね。すすりじゃ負けねえからな、ってことで早速いただきます。すごいボリューム感が、麺多い気がする。新しいスタイルですけど、確かにねさあそんな超ボリューミーな麺をレッツゴー。すすまずタレは豚の旨味が詰まった醤油をバキッと感じられながら、卵黄も混ざっているのでどこかマイルドかと思いきや、ガリマヨがズドンと全てを包み込みカオス。ただこのカオスは銀杏ボーイズのカオスって綺麗だねのカオスであり、いいカオスです。そんなタレの絡んだ太麺をズルズルガシガシすすっていき、時折野菜に絡ませたり紅生姜の爽やかさがいい働きをしているなと感心したところで、別皿のほぐし豚も投入していきましょう。小さな器なのに無限と出てくる大量なほぐし豚に驚きながら、まずは単体でほぐし豚を食らってみれば、味はしっかりと染み込んで濃く、柔らかい部分やキシッとした部分もあり、いろんな美味しさが楽しめる豚。六方全書の同人誌八方全書でも書ききれないほど魅力的なほぐし豚を今度は全体に絡めていって、ほぐし豚混ぜそばとして楽しんでいきます。当たり前ですが豚感が増されて、すするもより豚に近づいていきます。死ぬほど聞かれてると思うけどさ、ブレイキングダウン出んの？ブレイキングダウン出ないですか？あの朝倉の相手みたいなやつですか？あ、そうそう、それの。あ、いや結構なんか俺も言われることあって、周りからブレイキングダウン出ないのって全然俺喧嘩全くしたことない。出たところで何もできないのよ多分。何もいいことないですよさあそんな軽いジャブトークを挟んで、ついに二郎系三種の神器の一つ生卵を使っていきましょう。この濃い混ぜそばと生卵はもちろん相性バッチリで、すすり心地や味の変化が混ぜそばにおいてはとても嬉しい。やっぱりうざがられる YouTuber だけど、警察には捕まらないように今日もズルズルすすっていきます。そして蓮くんの方を覗いてみると、彼もまたつけ麺だろうと生卵を駆使してすすっている姿を見て、こいつはただものじゃないなとすするも思ってしまうのでした。いつもコールはニンニク油？ニンニク油が多いかもしれないです、うん、たまに野菜も、あ、一人もあるぐらい、はい、俺も結局ニンニク油が一番好きなの、はいはい、うん、でも麺を食いたいなっていう、うん、はい、めっちゃわかる、はい、本当に結局麺なんだよね食べたいの、はい、小麦粉を食いたいですそんな蓮くんの鷹の目に通い慣れてる感から、こいつはやはりただものじゃなかったなと感心したなら、うずらをパクリと食らったり、混ぜている間に中に潜んでいった豚を食らったり、太い麺をズルズルとすすったりして、強いタレの中にも小麦感を感じさせるベンジャミンバトンスープな人生を大いに楽しんだなら、平本蓮のこんなゆるい姿をお届けするのもこのチャンネルくらいで、ある意味貴重な映像なんじゃないかと、すするもしっかりと目に焼き付けていきます。残っているほぐし豚も一気に投入して、最後まで一気にすすり切ったなら、混ぜそばってどこまですすればいいのかわからなくなるよねという混ぜそばあるあるを披露したところで、本日も大満足で完食です。大変美味しくすすれました。鷹の目らしい大ボリュームで満足感のすごい一杯でした。平本蓮くんも鷹の目が好きなのが伝わるすすりっぷり最高でした。セコンドにラーメンをつけるときはぜひ呼んでください。また一緒にすすりに行きたいぞ。そんなわけで一緒にごそめ、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。というわけでラーメン鷹の目明大前店さん行ってきたんですけれども、めっちゃうまかった。いや美味しかったです、はい、あともう久しぶりに蓮くんやって嬉しかったです、はい、うん、やっぱなんか
一回会ってると懐かしい感じ、ね、はい、あるよね、めっちゃあった、本当にすげえ懐かしいし、いや本当になんか活躍を結構その拝見してたので、もういや嬉しい気持ちになりました。いや俺も嬉しかったです。なんか元気そうでマジでよかった本当に嬉しかったです本当に。いやなんかまた食べに行きましょうか。あ、ぜひぜひ、はい、もうラーメンでもラーメン以外でも、はい、なんでも、あとレン君の YouTube ももし、もしあの何かあったらね、はい、なんかラーメン企画あったら呼んでください、はい、ぜひ。何でも食べる、何でも食べるんでっていうか、なんかまあちらっと喋ってたんですけど、うん、なんかその高野目さんともまた、うん、コラボラーメンから言われたら面白いなっていうのを、平本蓮と高野目のコラボラーメン、はい、よく話してるので、まあ、それが実現したいとかしたらまた、おお、ぜひぜひ呼んでください本当に。全然厨房でも働くんで全然働きますよ、どっちか馬のごとく本当。いや本当に忙しい中ちょっと来てもらっちゃって、いやいや、ありがとうございました本当に。嬉しかったです、久しぶりに。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れです。いや嬉しかったな本当、お疲れです。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン高野目明大前店さん、やっぱり高野目は混ぜそばや、混ぜそばがやっぱり好きですね。高野目さん、平本蓮君、本当にありがとうございました。